東京の方はご存知かと思うんですが、代々木公園でですね、いつもじゃない、1年に1回ぐらいのペースでやってる、ナマステインディアっていうインド的なフェスがあるんですけど、出店がずらーっとこう並んでるんですけど、出店にですね、チャイ屋さんがあって、そこにあのチャイおじさんっていう人がいるんですけど、チャイおじさんって勝手に呼んでるんですけど、食べてって寄ってってとか言うんじゃないです。チャイおじさんはもう、ものすごくわかりやすい。チャイを連呼するっていうチャイおじさんがいるんです。だんだん聞こえてきますよ。近づいていくとこう、遠くの方からね、だんだんこう、チャイ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 って言ってるチャイおじさんが、いつもナマステインディアにいます。どうも岡田でございます。この間ですね、なんかこんなものをいただきまして、ちょっと面白いから動画でやってみようかなっていう、モビャーン、よく見ても分かんないと思うんですけど、ティーブレイクっていうお店のチャイです。なんかね、作れるんだって。面白そうだからちょっとやってみようかなっていう。チャイなんて意外と飲まないじゃないですか。スタバ行った時ぐらいじゃないですか、チャイラテなんて飲むの。これが気になるんだよね。あ、チャイの作り方が書いてある。ノリでやってみよう。こっちが、うん、なんかね、紅茶って感じ。そういうもんなのか。うん。名称紅茶って書いてあったわ。これを入れることによって、チャイチャイ感が出てくるってことなんじゃないの？その葉っぱね。これ大丈夫です。大丈夫ですか？合法ですか？今、あれじゃないですか？話題じゃないですか？大丈夫ですか？理科室に忍び込んだあのコピペじゃないですから、嗅いだ瞬間なんかこう、えんっつって、倒れたりしないですよね。お、あはこれすごい。混合香辛料だってさ。おぉ、なるほどね。これをじゃあちょっと使って、チャイを煮立てていこうよと。なんでしゃぐれたかちょっとわかんないですけど、ちょっとやってみよう。よいしょ。というわけでさ、水を適量を入れます。適量って。コップ2杯ぐらいでいいのか。2杯じゃ多いかい？コップ1杯ぐらいにしとこうか。茶葉 8g。分ぐらい経ったかな？ 4.5!4.5 かわかんないけど。ちょこっと牛乳。で、沸騰する直前で火を止めると。で、あとは、こしながら飲むと。はい、ちょうどいい感じ。すげえ、でもいい感じよ。というわけでできました。これをちょっとじゃあさ、イレーのさ、カラーリング最高なんですけど、これちょっと入れてきます。うん、もうちょっと入れてもいいな。香辛料、スパイスもうちょっと入れてもいいかも。ちょっと砂糖入れます。なんかもっと辛いな。あ、でも美味しい。いいじゃん、砂糖入れたら美味しいわ。これはちょっと美味しいな。ちゃんとあの、ごめんなさい、小さじって書いてあったのに、こういうスプーンで測っちゃったから、なんかバランス悪いのかもしれないですけど、これちゃんとね、書いてある通りになったらね、美味しいと思う。というわけで、チャイといえばこれですね。マッサンカレー。チャイといえばカレーでしょ。普通逆？今回はちょっととことん逆に行こうよ。さっきなんつった？マッサンつった？マッサン、マッサンじゃあれだよね。連続テレビ小説みたいな感じになっちゃったよね。マッサマン、カレー。世界一うまいと話題のタイ南部のカレー。世界一うまいと、タイ南部で話題になってるのかな？だとしたらいいですね。線が細い。素晴らしい。チャイ飲んだらこれも一緒に飲まなきゃダメでしょ、と。で、うん。マッサマンっていう、うんうん。まあ、そこはいいや。もうなんかさ、見ちゃうよね。逆に蓋を開けたらなんかこう、見ちゃうよね。うん、いや、何とは言わないですけど。というわけで、お湯入れてこよう。よし、ほっ、よいしょ。いやー、これちょっとやってみたかったんでね。3分タイマー。は、もしあなたは M78 星雲から来た。タイマーを3分にセットしました。ダメだよ、もっと感情込めて、はって言わないと。はぁ、かっこ棒だよね。まあ、今回に限った話じゃないですけど、ミスターシリはね。チャイダーなんだって言ったら、お箸を忘れた。ほっと。いや、普通に持ってきたら楽だな、これ。こんなばっかやってっから動画の更新が全然ないとか言われちゃうんです。本当はもうそこはね、もうマジもう申し訳としか、もう僕はね、もういつもこのタイミングでブーって3分経つんだけどさ、このうまくなってくんないっていう、今日ね、今日のミスターシリはなかなかあれですよ、厳しめですよ。来ないよね、今日のミスターシリは。本当厳しいね。あ、もう話がビッタッと終わったところで言ってくれるっていう。というわけで、いただきます。ん？わ、何これ？なんかカレーって感じしないんだけど、あんまり。なんかあれっすね。いつものカレーヌードルに比べて、こっちなんかね、ラーメン感がすごい。ちょっと一回そっちにシフトしてみるみたいな。そんな感じが、今、タイ南部で話題ですよっていう。あば、バッチリ。いやー、この組み合わせ考えた人は天才だね。さすがゼロを発明した国、タイじゃないけど。マスターマンっていうのはさ、あれですか？ M78 星雲から来た3分で帰っちゃうそれ系のことですか？兄弟ですか？そうなんじゃないの？実はここについてたのはカラータイム。すいません、そんなふざけたこと言ってないで。やっぱチャイがメインでね。粉からチャイを作ったら、やっぱりマッサマンカレーにはぴったしでした。そんなお話でした。こんな感じで、やっぱちょっと一手間加えて楽しみながらお食事するっていうのもいいですよ。というわけで、じゃあ。